全国のプロレスファンの皆さん、こんばんは。スーパーパワーシリーズ開幕戦、埼玉県越谷市立体育館リング上に3年ぶりの凱旋帰国、淵正信が立っております。昭和55年9月20日アメリカへ向けて成田空港を飛び立った26歳の若者がたくましく成長して帰ってまいりました。プエルトリコ、テキサス、テネシー、フロリダ、ノースカロライナという激戦区で揉まれて大きくなって帰ってまいりました。この3年間ホームシックにかかったことは1回もなかった。たくさんの友達を作り、本場アメリカのマットで大きくなってまいりました。今夜の相手は因縁の相手、チャボゲレロを迎えます。去る6月12日ジョージア州サバンナで、日本テレビでもお伝えいたしましたが、チャボゲレロの持っております NWA 認定インターナショナルジュニアヘビー級の王座にリング上の淵正信は挑戦いたしました。しかし9分51秒両者リングアウトということで、チャレンジャーの淵正信はチャボゲレロからタイトルを取ることはできませんでした。そしてこの83年の夏8月31日蔵前国技館で、淵正信はチャボゲレロに再戦を挑みます。 NWA 認定インターナショナルジュニアヘビー級のタイトルマッチの前哨戦を迎えました。開幕の越谷市立体育館であります。チャボゲレロがメキシカンスタイルでリング内に入ってまいりました。30分一本勝負シングルマッチ、試合に先立ちまして日本テレビより淵正信、チャボゲレロ、レフリーのミスター林に今花束が贈られました。3年ぶりのリング上、淵正信であります。小さな巨人、実力者チャボゲレロが紹介されました。余裕たっぷりであります。3年ぶりの凱旋帰国、打倒チャボゲレロなるか、淵正信が紹介されました。今週の解説は東京スポーツ新聞社の山田隆さんにお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。スーパーパワーシリーズ開幕戦のリング上に3年間アメリカあるいはプエルトリコで揉まれて帰ってまいりました淵正信が登場。そしていきなり NWA 認定インターナショナルジュニアヘビー級チャンピオンのチャボゲレロとの前哨戦を迎えました。この一戦は見どころ十分ですね。そうですね、まあ、あのタイトルこそかかっておりませんけれども、はい、こういったあの因縁の2人がですね、30分で戦うということは非常に大きな意味を持っておりますね。まあ、3年ぶりの日本のマットということで、ちょっと淵正信選手の表情を見ていますと硬いなという感じがあるんですが、まあ、控え室でもいろいろと3年間の海外遠征の話をしてくれましたけれども、まあ、先ほどもお話ししましたが、プエルトリコ、テキサス、テネシー、フロリダ、ノースカロライナ、サウスカロライナ、本当に激戦区で揉まれてまいりましたね。はい、あの非常にいい選手ばかり集まる地区なので、はい、まあ、いろんなタイプの選手とやって揉まれてきたということは大きなプラスですね。はい、8.31 蔵前決戦の前哨戦、今ゴングが鳴りました。ブルーのトランクスをつけました淵正信、一方チャボゲレロは黄色であります。軽快な動き、チャボゲレロ第13代 NWA 認定インターナショナルジュニアヘビー級のチャンピオン淵正信が8月31日第14代の王者になることができるかどうか。豪快な首投げ、すかさずヘッドシダーズチャボゲレロ。淵正信はこの3年間本当にいい対戦相手を選びました。ブリストー兄弟、あるいはドリーファンクジュニア、ボブ・オートンジュニア、前 NWA スカイチャンピオンのリック・フレア、それから200キロの巨体を誇りますワンマンギャング、こういった一流レスラーばかりと対戦をしてまいりました淵正信であります。まあ、タイトルを2つ取りましたけれども、いずれも今怪我で休んでいる大仁田敦とタッグで取ったんですが、ラテンアメリカンタッグ、あるいは南部タッグというこの2つなんですけれども、まあ、本当によく頑張ってまいりましたね。そうですね、あのテネシー州を転戦している時にあの南部タッグを取りましたしね、それからあのプエルトリコ行ってからはラテンアメリカタッグということで、まあ、あのなかなかね、地味な淵選手にしては非常にあのよく頑張ってきて、まあ、今日のファイトぶりなんかも先ほど松永さんがやや硬くなっているというふうに言われましたけども、はい、確かにその通りで、久々の日本のリングということでね、まあ、もうちょっとリラックスして、自分の持ってる全てを見せてほしいなというような気がしますね。はい、まあ、徐々にほぐれてくると思いますけどね。
まあ、3年間のアメリカのマットでは何が一番ためになったかというと、もう度胸がついたということですね。これはね、やっぱり毎日のように違ったタイプの選手とやる、しかも、まあ、淵選手の場合、日本から行って、まあ、いわゆる向こうのリングに上がった場合にポットでの新人という扱いを受けるわけですね。ですから、まあ、ほとんどが自分よりキャリアのある選手とぶつかったわけでしょう。そういった意味では変に勉強になりましたでしょうね。得意技も2つ大技を仕込んでまいりました。バックドロップと原爆固めということなんですけれども、いずれも大技、こういった大技で本当にチャボゲレロをやっつけてもらいたいような気がするんですがね。そうですね、まあ、これから先ですね、いろいろ可能性を秘めていると思いますけれども、まあ、先ほど来こう試合を見てましても、チャボは余裕がありますね。非常になんか水すましがね、水の中をスイスイとこう行くような感じでリングの中を自由に歩き回ってる感じですね。まあ、チャボゲレロも今日は大会に入ってくると、その後の大仁田敦の状態はどうなんだというようなことも周りの人に聞いて回りましたが、本当にその辺は、余裕を持っているそんな王者という感じですよね。はい、今のチャボというのは本当に誰が来ても絶対負けないぞというような自信をですね、口にこそしませんけれども体全体で発散してますね。まあ、小さな巨人、本当に強いチャンピオンのチャボゲレロなんですけれども、その強さの秘密は山田さんどこだと思いますか？いや、これはね、やはり練習だと思いますね。彼は非常に練習が好きですし、それからメキシカン独特のファイティングスピリット、それと体の柔らかさ、もうやはりレスラーとしては非常に体が大きければ申し分ないんですが、この体では理想的なパターンだと思いますね。非常に気が強いですからね。先ほどはい、淵選手が腕を決めてた形としては非常に良かったんですが、いつの間にか外されてしまいましたね。これは効きますよ。左の肩ががっちりと決まってますよね。そう、それで右の膝でですね、淵選手のこめかみをですね、しっかり押さえ込んでるわけですね。おっと、ダブルニードロップというような形になりましたが、しっかりと腕は離しておりません。握ったままであります。まあ、淵正信選手はプエルトリコの遠征あたりでウエイトの方が110キロオーバーするという、まあ、順調なウエイトの仕上げだったんですけれども、まあ、急遽大仁田選手の怪我ということでタイトル返上、そして王座決定戦の末チャボゲレロがカムバック、そしてマイティ井上が挑戦しましたけれどもタイトルを取ることはできなかった、こういうことで淵正信選手がジュニアヘビー級の戦線に割って入ってきたんですけれども、現在ウエイトが100キロということで絞りに絞ったという感じですね。はい、やはり淵選手のようなタイプですね、10キロ以上落とすというのはかなり、苦しいですよね。でしかも落とすことは落とせるんですが、ベストコンディションを維持しながらというのは難しいですよね。はい、リング上淵正信インディアンデスロック、そしてチンロックを複合技にしてますね。ああ、そうですね、で自分は ブリッジしている形になってますね。はい、素晴らしい複合技を見せましたリング上の淵正信、そしてチャボグレの両手首を掴んだ状態から今度は離しました。インディアンデスロック決まっております。今日は開幕戦、この越谷市立体育館のリング上、ジュニアヘビー級の試合ということですから、ちょっとこう飛び道具なども出てくるのかなと思ったら意外や意外ですね。はい、お互いにね、非常に今テクニックとテクニックの応酬ということでやや膠着状態という形ですね。はい、どうしてもお互いにその相手を意識し合うとですね、こういった形の試合展開ということになりやすいですね。それから8月31日クラマー決戦での、まあ、前哨戦という今夜のリング上、まあ、両選手とも手の内は、まあ、出さないような感じもあるんでしょうか。そうですね、しかし過去の対戦、お互いの情報の収集といったようなことで、はい、まあ、大体お互いに手の内は掴んでいましょうけれどもね。おっと、さあエキサイトしてまいりましたチャボゲレロ、豪快なエルボースマッシュ攻撃。やはりチャボゲレロという選手はですね、相手がこのテクニックで突っかけてくると途中でこういった形できっかけを作ってきますね。はい、相手をちょっとエキサイトさせて、それでその自分のペースに持ち込むというのが彼の非常に老快な作戦ですね。まあ、チャボゲレロのレスリングリズムを見ていますと無駄なところがありませんよね。はい、もう全くね、終始一貫自分のペースで動いているという形ですね。はい、
まあ、ジュニアヘビー級レスラーの中では自他ともに認める実力者のチャボゲレロ、本当にこのチャボゲレロを破るということになりますと、もうジュニアヘビー級のレスラーの中では世界でも指折りのレスラーということが言えますよね。そうですね。ドロップキック、淵正信豪快、チャボゲレロリングの外に落ちました。さあ淵正信が一過性に飛び道具を仕掛けるかどうか。リングの外はチャボゲレロ、リング内は淵正信。さあタイミングを図っておりますが、リングの外には行きません淵正信。これは懸命かもしれませんね。そうですね、今誘われたらまずいですね。ロープ越しのブレンバスターが決まった、カバーに行った。さあどうだ、カウント2、カウント2であります。まあ、現在淵正信は29歳になりました、まあ、レスラーとしては今が一番いい頃です。このいい時期に絶対にチャボゲレロを破ってタイトルを手に入れます、こういうことを言っておりましたが、どうですか。はい、非常にね、ご本人もおっしゃるように、まあなんていうか、一番これから油の乗ってくる時期、この辺りで一つタイトルを取るというのは非常にいいきっかけだと思いますね。はい、まあ、やっぱり本人も何としても取りたいという執念を燃やしているでしょうね。はい、まあ、前王者の鬼達氏が怪我で今リハビリを行っているんですけれども、会うことはできなかったんですが電話連絡をいたしまして、その鬼達選手に淵正信は大変激励されたようですね。ね、これはね、はい、やはり鬼達選手としてもね、ああいった結果になって非常に悔しい思いをしてますからね。はい、さあロメロスペシャルが崩れた、勢い余って崩れた感じですね。そうですね。しかしすかさず攻撃を続けていくチャボゲレロ、この辺が上手いと思うんですが、もうやっぱり自分のパターン失敗するとすぐですね、次のパターンに移るということですね。まあ、いわゆる攻撃のね、形というものがね、何通りにも組み合わさってるわけですね。はい、さあダブルアームスープレックス、リング風車を見せました。さあカバー、これは2であります。カウント2、ちょっと今のところね、はい、チャボの仕掛けが浅いですね。回転エビ固め、淵正信がチャボゲレロからカウント3は奪えません。でも淵正信のこのレスリングを見ていますと、サイドスープレックス、徐々にチャボゲレロのリズムを自分のリズムに変えていく、そういう姿勢が見られますね。そうですね、今日はさっきも申し上げたように、チャボの技の仕掛けがちょっと浅いっていう点をですね、はい、淵選手が見破ってるようですね。はい、チョップの応酬になりました。さあ顔面へのナックルパート、これは反則ですが、うまくレフリーのブラインドをついて、この辺のちょっとした隙の使い方がうまいですね。そうなんです、全くね、今キックでしょうか、はい、キックでしょうか、回し蹴りになってますね。回し蹴りですね。はい、そしてトップロープからブランチャー攻撃、ブランチャー攻撃を見せましたチャボゲレロ。さすがにジュニアヘビー級レスリングの実力者、チャンピオンの風格通りになります。チャボゲレロの攻撃、さすがですね。おっとバックドロップ、リングの外で見せました淵正信。さあリングの中に戻ってきた、リングの中に戻ってきた、カウントが続く、カウントが続いております。さあどうだ、さあここでゴングが鳴った。今レフリーのミスター林が淵正信の手を挙げました。淵正信、チャボゲレロからリングアウト勝ちを収めたようですね。うん、そうですね、これはリングアウト勝ち、形はリングアウト勝ちなんですが、バックドロップが成功しているので、もう準ピンフォールと言っていいでしょうね。10分45秒、リングアウト勝ちをNWA 認定インターナショナルジュニアヘビー級チャンピオンのチャボゲレロから淵正信が奪いました。いやー、これは素晴らしい結果になりましたね。さあこうなりますと 8.31 クラマー決戦、タイトルをかけた試合が楽しみになりましたね。チャボがね、ほんのリングへ戻ろうとして油断した一瞬の隙をついたわけですよね。はい、まあ、これは選手がね、勝利を収めたってことは、もう本当に蔵前決戦がね、楽しみになってきましたね。チャボゲレロが文句を言っておりますが、今おっとカメラマンの上を通過いたしまして、チャボゲレロが下に降りてまいりました。チャボゲレロもやはり王者としては、まあ、どんな試合でも負けは悔しいですから、その辺が発散されたようですね。そうですね、これはやっぱりね、確かにね、一種の反則みたいな形での攻撃だったんですけれども、はい、やっぱり結果は負けですからね、これはもうチャボにとっては
全く悔しいでしょうね。 8.31 クラマー決戦の前哨戦となりました今日のシングルマッチは10分45秒リング上の淵正信、3年ぶりの凱旋帰国を果たしました淵正信が王者チャボゲレロをリングアウトで破っております。